本町高層殿とは、日本の高層の電気集。万字元四番線、七十五巻、元六十五年の成立である。次女によると、元六十五歳児三月ずめたんとあり、成立までに三十年余りを費やしたという。五百院に満たない、現行尺書の送電を補うべく、古代から近世に至る千六百六十二人の総にの電気を集めている。前層の電気集である。 遠方伝統録に続けて、各州に及ぶ総伝として編纂された。ところところの資料を挙げ、中には、雑記美衛説、瞬間霊編に至るまで見逃すことはなかったという。体裁は、中国の高総伝に習い、重化分類をしている。方本、清里市清自然関心、清市立団教上人園、有毒症願い雑特色としては、黄本の一家を立て、日本に、 初めて仏法を伝えた人々の伝記を収めている。元蔵は原稿尺書にも存在するが、その中に楽国編を設け、浄土往生を願った人々の伝記を収録している。元蔵には新聖編があり、これは原稿尺書にも存在する項目であるが、多くの神々の列伝を挙げているのは、神仏集合の日本の文化によるものと見られる。日本の送電中、 最多の電気を集めているが、浄土新宗日蓮宗を省いている。ありがとうございます。